いどうもプーヤンです。ただいまですね、高知駅でものすごい車両を発見いたしました。ご覧ください、後ろのこの黄色い車両、黄色といえば阪神タイガースですね。この先頭部分にもですね、タイガースのロゴマークがついてますね。これ強烈ですね。サイドを見てみると、目指せ日本一って書いてあるのかな。頑張れ我らの阪神タイガース、これは強烈ですよね。これはすごいな。なんかサファリパークのバスみたいなカラーリングですね。9640、あ、土佐くろしお鉄道。あ、なるほど。これはJR 四国の車両じゃなくて、土佐くろしお鉄道の車両が乗り入れしてきてるんですね。まあ、おそらく朝の、通勤列車に疲れたんだと思うんですけれども、後ろにはね、JR 四国の車両がつながってました。JR 四国の車両と、土佐くろしお鉄道の車両がこう一緒に連結されて走ってるというね、なかなかこれマニアックな光景じゃないかと思いますね。こう後ろ半分は、結構なんか可愛らしいキャラクターがこう、ね、ゆるキャラがいっぱい描かれた車両になってますね。はい、ということで阪神タイガース仕様の土佐くろしお鉄道の車両でした。強烈だわこれ。